ちゃ。こんにちは。はい。はい、ゆたかさん。はい。今日も3年生振り返りですが、ねえ、なんだかいろいろと動きありましたね。3年戦だけども、うん、まあやっと実現、見たかった注目の対決という ね、前回の動画でも触れましたけど、まあこれは言わなくても、うん、まあ、想像もつくだろうし、はいはい、ね、うん、で悪天候も味方にということで ね、まあ、ね、これも説明しなくても大体どこのチームかなっていうのはあの試合かなみたいなね、まあ、分かると思うかもしれませんが、今回はね、はい、結構ね天候で流れてしまったというかね、まあそうだね、試合もあったので、まあ、2試合になったね、うん、チームもあります、ね、はい、で看板やチート、はい、ね、今日も制作をしております。はい、はい、まずはまず勝敗から、はい、まずセリーグですが、はい、これ DeNA と阪神だけ2試合で、うん、あとは3試合あったんですけれども、広島が3連勝、はい、DeNA が2勝、はい、で中日が2勝1敗ということで勝ち越したということですね。まあ、そうだね、はい、まあ、ホームチームが全部勝ったというね、うん、勝ち越したという、うん、まあ、そういうことになりました、はいはい、まず広島、はい、ね、悪天候って言ってたけど3試合すべて雨でした。はい、ね、もう大変な中、まあ、試合をね、うん、まあ、行ってるんだけども、もうこれ中断したら最後無理なんじゃないかなと思ったら急に晴れてたりとか ね、 まあ そうだね、そんな試合もありましたけど、はい、はい、まあ、この3連勝で言っとくけども、うん、13試合終わって、うん、広島が首位に立ちました。なんというか、ね、カップファンの人おめでとうございます。あっという間に首位にね、まあ、そうだね、まあ、はい、これは1勝2勝で、うん、もうどん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 こういろいろ変わるんだけども、うん、まあでもこの時期に首位に立てるということはね、気分は悪くないよね、うん、で1試合目は 1-0、はい、ね、小川の送球ミスから失点をして、うん、まあ、それがコールドになってね、広島が勝ったんだけども、はい、やっぱね、ここでね、大洒落に変えて代打松山が出てきて、うん、松山がセンター前ヒットを打つんだ、まあ、こういう存在だよね、うん、それをダイソーを送って、まあ、そのランナーがホームに帰ってきて決勝点という、うん、ね、でこの日から山田が欠場してるんだよね、はい、足の故障でね、うん、でこれが大きくなるかならないかっていうのはちょっとわからないけども、はい、まあ、山田の存在っていうのはやっぱ大きいよね、うんうん、で2試合目は床田高梨、はい、ね、まあ、床田も悪くはないんだけども失点を重ねてね、はい、で高梨がまあまあ良かったね、うん、まあ、ツーアウトランナーなしからこれも代打堂林、うん、やっぱね松山とか堂林こういうのが控えてるっていうのがやっぱ広島の強みかなって、で堂林が何でもないフォアボールを取って、うん、秋山につないだ、そしたら田口からその初球をレフトに逆転サヨナラホームラン、うん、はい、34歳最後の年、あの最後の日ですね、最後の日かお誕生日前日ということで、そう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 、うん、で田口が打たれたっていうのがね、ねえ、うん、ちょっとあれかなって、今季はもうね最後もう田口投手っていうことで出てきていますが、まあ、うんうん、だからまあ一頃ね、うん、中継ぎは打たれない防御率 0.00 とかありました、はい、まあ、いろいろあったけども、うん、ここに来てちょっと変わってきてるよね、うん、それは田口投手がってことですか、うん、田口全体的に、はい、ちょっと失点が多くなってきてるし、はい、うん、その自信が揺らいできてるかなというような、うん、まあ、2戦目だったんだよ、うん、で3戦目ね、うん、初回に、一気に4点、はい、あ初回の5点そうですね、を取ったんだけども、うん、結局守りきれずという、うん、その試合で田中康介が満塁の同点ホームランを打つという ね、 ね、まあ、雨で長い中断があって、うん、まあ、いろいろこう集中力だとかコンディションだとか非常に難しかったと思うけども、はい、やっぱベテラン今年に復活をかける、うん、で新井監督になって、うん、まあ、田中をこう蘇らせたというね、うん、それまではやっぱ小園とか上本とか、うん、まあ、田中康介の出番というのはあんまりなかったんだけど、うん、このところこう先発でね使われるようになって、な新井監督のためになんかこう打ったような満塁ホームランだったよね、うん、で、まあ、坂倉のホームランとか点数を重ねて、はい、逃げ切ったというね、ね、まさかの逆転から、そうそう、はい、ただね
俺この勝ちっていうのはさ、うん、同点になってから、はい、失点してないんだよね。そうですね。で誰が投げたかっていうとさ、うん、アドア、ケムナ、ターリー、松本、栗林、はい、ゼロに全員抑えたんだよ、うん、で一方ヤクルトの方は、はい、あの中継ぎを出すけど失点を重ねていったんだよね。そうでしたね。だからここら辺の形勢の逆転というか、うん、広島のウイニングポイントだった中継ぎ陣、うん、この選手たちがしっかり働き出したということと、うん、やっぱノリが良くなってきたよね、広島の。このノリが怖いね。確かに。いいね。もう監督さんもね、こうチームの中で。まあ、新井監督なんかもさ、輪に入っちゃって、選手のノリというかね。新井監督探すけどいないみたいな輪の中に入っていて。二度見しましたよ。あれこの背番号で監督じゃなかったんだよね。そうだよな。あのね、歓喜の中に。うん。ただ、開幕戦でね、ヤクルトに3連敗を喫した広島が、はい、まあ、地元に帰ってきてね、うん、3連勝でお返しをしたというね。ただヤクルトはやっぱりね、まあ、5点は今日取ったけども、はい、ちょっと打てないね。もうその初回の5点の後、うん、ね、ヒットがありましたけど、そうだね、ずっとゼロですし、うん、やっぱ村上がねちょっと打てないかなっていうような、うん、これ負け出すとやっぱ村上、今までその勝利打点だとか、うん、そういうものを上げてても、うん、やっぱダメ押しとか追加点とか言った時にあまり打ててないんだよね、うん、だからここら辺ね、ファンは信じてるだろうから、うん、村上のことを、うん、だからやっぱ打ってあげないとね、うん、はい、はい、まあそういう、まあ本当になんかこう感動が詰まったカープにとっては、うん、はい、で勢いを増すね、うん、3連戦でした。はい、はい、で次 DeNA 対阪神、うん、DeNA が2勝、はい、ね、雨で1試合流れた、はい、まあ、岡田監督が、キャンプで話してらっしゃったのが、うん、やっぱ DeNA になんでこんなに負けるんやろっていうね、うん、ことを言ってたのね、うん、でやっぱり DeNA はマークせないかんという、うん、そういうことを言われてたんだけども、うん、だけどやっぱこうマークしきれなかったという、これは一番大きなポイントって何ですかね。やっぱね、エースを立てたんだ、うん、青柳、はい、ね、で開幕戦同じカードで当たってるんだよね、うん、青柳と、うん、いやその時左をずらっと並べて、はいはい、巻き以外ありましたね、うん、だけど今度は変えなかったんだよ、はい、ね、左ばっかりを並べるってんじゃなくて、うん、上里を入れたぐらいかな、はい、うん、外に変わってね、うん、で戦ったんだけどもやっぱ青柳は良くなかった。4回3分の2、うん、4四死球、あーあら、うん、うん、でね、各回に1個ずつぐらいの感じですよね、うん、でもまとまっちゃったんだよね、大量点を失う時に、はい、うん、うん、だからちょっと珍しかったのと、まあ、状態があまり良くなかったのと、うん、まあ、DeNA の関根、うん、3でもう痛恨の2点タイムリーを阪神側からすると打たれるんだけどもさ、うん、ここでやっぱこう青柳を変えれなかったかなと思ってね、それまで2安打されてるんだよね、青柳が、うん、で俺はやっぱもう交代だなと思ったんだけど、うん、それはなぜかというとエースだから変えなくてもいいって言ってたけども、はい、だけどその DeNA を相手にする阪神側からするとやっぱ去年やられてるんだよね、うん、だからそれだけやっぱこう乗ってきたら DeNA がね、止められないっていうことにもなるし、うん、だからまあここら辺はあれ変えてもよかったかなというね。でも再度こう教訓になるような試合だったですかね。まあ、そうだね、うん、で2試合目が中止、はい、でこの試合で、最初佐藤を外したりとかね、はいろいろはしてたんだけども、うんうん、で3戦目平と佐伯、はい、ね、牧が先制ツーラン、はい、宮崎が打って牧がホームラン、うん、で大山がソロホームラン、うん、その2対1で決まるという ね、 ね、うん、やっぱりお互い中継ぎがいいだけに、うん、やっぱ先行していって後半になるとなかなかこの1点が重くなるゲームだよね、うん、もうこの試合は両チーム4安打ずつというね、はい、で、ね、そう、うん、で阪神の方はちょっと暗いニュースがあって、はい、湯浅が登録抹消になったという、うん、ね、で理由は疲れだという、うん、まあ、疲れはしょうがないんだろうけどもやっぱ抹消するほどなのかなっていうね、うん、これはね、体というよりもこう気持ちの面とかいろんなことが、まあ、そういうこともあるんでしょうかね、うんうん、まあそれを考えたらやっぱ一回ね、一戦から外してやって、うん、戦列から外してやって
ちょっと調整させてあげた方がいいのかもわかんないけども、うん、10日で戻ってこれないっていうことになると、うん、やっぱ何かあったっていうことだろうね。うん、ね、ちょっと気になる、ね、だからちょっと心配だよね、阪神が良かった、ヤクルトが良かっただけに、なんかちょっとバタバタし始めたぞみたいな、うん、そんな感じがします、はい、中日、巨人、うん、ね、結婚しましたと言っても、ね、もう勝ち越すだろうなっていう試合展開なんだよね。で、まあ、1試合目は小笠原がね、はい、勝ったという、うん、開幕投手がね、はい、まあ、東京ドームで引っ張って引っ張って逆転されてみたいないうことがあったけども、打線が頑張ってね勝ち投手にした、うん、その中で石川が4番に帰ってきましたよ、はい、そうでしたね、まあ、別に4番がに帰ってきたって怪我する前4番じゃなかったんだけどさ、うん、なんか怪我したらなんか位が上がっちゃったみたいなで4番なんだよ、はい、ね、うん、で4番に石川を使うということでね、うん、でも石川が出て出塁してから打線がつながったんだよね、うんうんうん、でね、ちいちゃんね、はい、こういうことがあるんだよ。やっぱりこの選手が打てばなんかつながるなとか、うん、この選手がフォアボールで出たらなんとなくつながっていくなっていう、うん、そういうのって長い間野球見ててない？ありますね、やっぱあるでしょ、うん、だからそういう選手のなんか雰囲気を石川が持ってるというね。この人が出ればなっていう試合は結構あったりしますもんね。まあ運というかさ、なんかそういうものがあるよね。でこの試合13試合で12通りのオーダー、はい、巨人がね、うん、なんかこう変えすぎじゃないかっていうね、うん、もうちょっと落ち着かして、レギュラーっていうのはあそこはたくさんいるわけだから、うん、他のチームと違ってね、うん、だから落ち着いてやればいいのになと思うけど、うん、やっぱりそのピッチャーによってコロッと変えたりだとかさ、まあいろいろすることがちょっと気になるな、うん、でこれ1試合目に負けたことによって中日が打てない中日どうしたって言ってたのが、いや中日とひっくり返って巨人が単独最下位になったという ね、 ね、もう中日初戦なんて15安打で9得点まあそうだ ね、 ねですから、ね、はい、うん、それで2試合目は高橋宏斗、はい、ああこれは巨人きついなと思ったら、うん、高橋宏斗は巨人に勝ってないらしいね。あら、勝ってないのよ、うん、いやだからまあ多少苦手意識があるのかもわからないけども、うん、この中で、中山ライト、はい、同級生にやられるというね、ねえ、同級生対決、そうそうそう、ありましたね、うん、うん、でまあ大城がソロホームラン、うん、もう打った瞬間に分かるというバンテリンドーム関係ない、広い、うん、もっと遠くへ飛ばしちゃうよみたいなホームランを打たれて、はい、で岡本がやっとタイムリーが今まで10打席なかったのが、うん、まあ、あの2点タイムリーがね出て、まあ、巨人とすれば、うん、なんかすごく上昇気流に乗れるような感じの勝ち方なんだよね、うんうん、で、まあ、中日は、まあ、とにかくエラーに泣くという、うん、まああんなプレーをしてたらいかんなって、送球ミスはある、捕球ミスはある、うん、エラーした後の処理が遅いとかね、うん、まあいろいろあったけども、はい、まあまあ負けたと、うん、で3戦目7対5で中日が勝ちます、はい、ね、ここは若きクリーンナップ、お、ね、岡林、石川、細川、うん、これ12球団若いんじゃないかなっていうね、一番ね、うん、岡林が3安打1打点、石川が2安打1打点、うん、細川が2安打2打点という、うん、もうこの若いクリーンナップで勝ったという、うん、秋のどこ行ったって言ったら2番になんとね、うん、なんと2番に行ったというね、はい、で大島が出塁するし、うん、だから非常にいい打線になってきてるのかなっていうふうには感じるよ ね、 ね、この試合も 15安打って、そうそうそう、これ序盤っていうか初回に4点を取ったところも、うんうん、大手なりましたけど、まあ、まあそうだよね、はい、ピッチャーの立ち上がりをね、うん、で追い上げられるんだけどもさ、ね、だけどそこからまた突き放しにかかるでしょ、うん、だからここら辺がやっぱ価値があるというかさ、うん、状態が良くなってきてるのかなっていうふうに思うよね、うん、だからさ、どうした形勢逆転のわけ、これは
逆転した上側のチーム、うん、下側のチーム両方に訳があるということですよね。まあそうだね、うん、まあなんていうの、広島はもう乗ってきた、うん、でね DeNA これ怖いよ。怖いですか。オースティンが5月から戻ってくるよ。おこれほんでバウアーが、うん、多分投げるよ5月から、うん、これねその2人が揃ったら今広島カープがガーンと勢いを持ってきてるけども DeNA も勢いを持つよ。今にプラス両方にこうね、そうだね、戦力加わるっていう感じですかね。でヤクルトは上がり目としたら村上がやっぱ昨年の状態にならないとなんかチームは乗れないかなって。やっぱりこれなぜかというと、うん、山田がやっぱ故障したという、戦列を離れてしまったというね。これは村上だけの上げればいいかっていう問題ではないけども、そうですよね、チーム打率的にもね、うん、だから上がってこないとね。ね、で阪神タイガース、はい、ね、湯浅がいなくなる、はい、ね、浜地がいない、はい、でこれからどうするんだって、うん、いうようなことも言えるし、やっぱサトテル、うん、まあ、今日は1本ヒット打ったけども、うん、これ状態がこのまま上がらなければどうするんだっていう、やっぱ問題を抱えながらちょっと来るよねこれから。でジャイアンツ、はい、打てない打てないって言ってるさ、うん、中日にやっぱきっかけを作ってしまったという、うん、打たれてしまう、これはやっぱ辛くなるよってね。うん、だから中日は楽しみができたよ。今まで光が見えなかったのが、そうですね、前回までそういう話をしてたよね。してましたね、うんうん、でも石川が4番にこう入ることによって、まあ、岡林と細川が挟むという形でね、うん、だから非常になんかこう楽しみになってきたよね。うん、はい、ね、これまたすごくこう、はい、ね、ギュッとした間にチームが固まってるのでね、また勝ち負けでだいぶ順位も変わってくる、まあ変わるよね、ね、っていうこともあると思うんですが、はい、今回はもう形勢逆転ということで。そうだね、はい、だけども広島言っとくよ、カープは雨に強い広島ね、はい、はい、続きましてパリーグの結果です、はい、こちらは、はい、結局楽天、ソフトバンク、ロッテ、オリックスの試合が2試合だったので、そうだね、まあそこは1勝1敗ずつになりましたが、うん、あとは日本ハム、西武が2勝で勝ち越しということですね。まあ外の球場がほとんど、そうですね、ドーム球場が多いさ、パリーグなのに、なぜかなぜかちょっと試合数削られたんだよね今回はね、はいはい、で日本ハム、西武、はい、ね、うん、加藤、はい、ね、松本の投げ合いで、うん、やっぱ加藤が無四球完投、うん、9回にホームラン打たれやがって完封ではなくなったんだけど、ね、うん、まあアイスコーン初のね、うん、完投勝利という、はい、でこの試合で4番野村がエスコン初のホームラン、はい、スリーランを打ったというね、うん、で日本ハムのクリーンナップがいい、うん、ね、清宮が3割飛んで2厘、はい、野村が3本塁打10打点、うん、ね、万波が3割4分4厘、うん、ね、まあここも、まあ、先ほど中日とはあれだけども、なんか非常にクリーンナップが若くていい、はい、これもねこの間からそういう話がありましたけど、そうだ ね、 ね、本当にフレッシュな感じで、はい、はい、でね連敗中の日本ハムの、うん、日本ハムを止めたというね、うん、若いクリーンナップがね、はい、はい、で2試合目は高橋コーナー、うん、噂は、うん、で高橋コーナーの前に沈黙という、ね、やっぱりいいピッチャーを打てないのかという、うん、うん、でまあ噂は9失点、うん、4四球、うん、ね、4四死球がいけないのと ね、うん、ね、なんていうの、高橋コーナーのさ、うん、背中と、うん、噂の背中では、うん、やっぱり高橋コーナーについていこうと思うよね。うーん、やっぱり勢いがあるもん、うん、ね、うん、腕も振れるしさ、うん、なんか風貌も、ね、風貌もね、野生的だし、そうです、ワイルドな感じでね、うん、うん、いやその噂がさ、点を取られてからね、もう投げる気がないのか知らないけども、なんか突如っていう感じがしたんですけど、うん、どっか痛めたのかなって思うぐらい、うん、なんかふわっとしか投げなくなったんだよね、うん、でまあ公式コメントがさ、うん、皆様には申し訳ないと言うんだったら、やっぱり一生懸命9点取られてもさ、うん、一生懸命投げる姿は見たいよね、うん、
これやっぱりね、新庄監督が憤慨してると思うよ、うん、これは怒ると思うよ、うん、でメジャーに行きたいとか言ってるわけでしょ、うん、こんなんじゃ絶対行けるはずがないよね、うん、誰でも行けると思って、今日俺はねすごく見てて不快だった、うん、やっぱ高橋光成と比べるとさ、噂だって日本ハムのエースって言われた時もあると思うし、うん、まあ今はもう俺は全然加藤だと思ってんだけどね、エースはね、うん、いやだからあの噂の姿は絶対やっちゃいけない姿だしね、うん、エスコンでみんなファンも球場も楽しみながら、そうですね、うん、やっぱりこう夢を託してくれてるわけじゃない、うん、だけどその噂があの状態ではね、うん、だから非常に全然俺はがっかりして帰られたお客さん、ファンはたくさんいると思うよね。噂投手が投げるって言って多分張り切って来られたファンもたくさんいると思いますしね。そうだね、だからファンの中では、うん、高橋光成と噂っていうのは、うん、お互いのファン同士であればね、うん、山本佐々木、佐々木山本の投げ合いと同じなんだよ ね、 そうですよね、見方はね、うん、ワクワクして、うん、だからまあ次の登板ね、うん、噂は本当にしっかり見とくから、しっかりした投球をね、うん、背中を見せてほしいよ ね、うん、はい、ね、これ10対0高橋光成、うん、完璧です。1安打です。1安打、で、3試合目、はい、6対2、うん、西武の勝ちというね、はい、もうねやっぱミスが多いわ、日本ハムですかね、はい、で満塁からワイルドピッチで2点取られて、うん、はい、で一塁ランナーがサードに行ってて、うんうん、またワイルドピッチで、うん、生還するという。これ最後ですかね。最後ね。だからまあこういうミスがあるとさ、やっぱ勝てないしね。うん、これは防ぎようがないような気はするんですけど、どうなんですか、そういう。まあ防ぎようがないかもわからないけど、うん、そういう球を連発して投げるっていう投手はどうなのかなっていうふうに、うん。まあキャッチャーも大変だけど止めなきゃいけないっていう ね、まあ仕事なんだけども、はい、だからこういうのを、こういうミスをやってる間はやっぱ上位は伺えないよという。ね、ただやっぱキャッチャーも止める努力はしてるし、ピッチャーもそういう球を投げようと思って投げてるわけではないとは思うけど、う、ね、うん、だけどもう少しなんとかならんかなと思うよね、うん、でその中で、うん、マキノン、はい、ペイトン、うん、この外国人は、うん、日本の野球に合うね、西武のね、うん、やっぱ細かいこともできるし、うん、やっぱこう大振りではないよね、うん、やっぱつないでいこうとかさ、ここはホームラン狙っていこうとかさ、うん、だからこう分けられるよね、うんうん、だからそういう意味ではすごく森が抜けて打線が心配だったんだけど、はい、この外国人2人が入ったことによって、うん、やっぱ穴埋まるなっていうような感じがするよね。今のところじゃあ特にね、あの打線で心配な感じではないですかね、うん、そうだね、うん、まあこの試合でも日本ハムのね若きクリーンナップは頑張ってるけどね、うん、万波が最後ホームランを打ったりとかね、初球そうだね、すごいね、うん、まあ頑張ってるから、はい、ね、なんとかまとまってね、うん、頑張ってほしいなっていうふうには思います。はい、はいはい、じゃあ最後、うん、ロッテ対オリックス、はい、いやまあここはもうなんつっても佐々木朗希と山本、これはねもう、うん、まあ、佐々木朗希どうなるんでしょうね。7回、はい、ね、105球1安打、うん、11奪三振、はい、ね、1四球、うん、山本6回、はい、101球、うん、5安打、うん、9奪三振、うん、1失点、うんうん、フォアボール1つですかね。そうそう、はい、この試合で佐々木の相棒、うん、佐藤俊哉、はい、これ松川だったんだけどもさ、松川を3日前ぐらいに登録抹消になってるんだよ ね、うんうん、で佐藤とは初めて組むんじゃなくて昨年、うん、まあ3回ぐらい組んでんだよね、はい、だからそのまあ全然違和感はなく、うん、うまいリードをしてたなというね、うんうんうん、でこの試合で茶谷がまあ4回タイムリーを打つというね、はい、まあこの1失点、うん、まあ都合試合の中ではトータル2対0で、うん、負けるんだけども、はい、もうワクワクするね。まあお互いやっぱこうなんていう気持ちが入って初回から、うんうん、先頭バッター初球から気持ちが入った投球を見せてくれたというかさ、うん、なんかやっぱいいな。
もう淡々とね。そうだね。で、姿かっこいいですけど。佐々木朗希はフォークで三振、うん、ね、はい、山本由伸カーブで三振を取って、うん、お互いの特徴がね多少出たところもあるし、うん、相譲らずということで、はい、でもやっぱ160平均と155キロ平均とでは、うん、やっぱそこら辺の5キロってやっぱ全然違うんだよね。バッターの感覚からすると、なるほど、うん、140キロと145キロのこの5キロっていうのはさほど差はないんだよ、うん、でも155キロから160キロ、この5キロっていうのはめちゃくちゃ違う。体感的に、体感的に全く違う、うん、山本は155キロ平均で言ってたけど、うん、佐々木は160キロ平均、うん、これがやっぱり11奪三振。前に山本の方が前に飛んでたからね。はいはい、うん、そうですね。そうそうそう、まあ5安打されてるしね、うんうん、だからまあそれだけの違いはあっても、うん、でも山本はやっぱこう変化球を駆使しながらね、うん、でもさすごいよなもうワクワクした。もうね解説者を忘れて、うん、もうね一人の親父として、野球好きの親父として、うん、もう口パカンと開けながら、うん、すごいなとかいう、なんか本当に純粋に見れたというね投げ合いだったよねねえ、うん、ほんと、まあね、楽しかった。佐々木朗希のヒーローインタビューも、うん、まあ、茶谷がチャンスで打席に立った時、うん、ああまあダメだろうなと思って見てましたっていうまあああいうね、うん、お茶目なことも言えるようになったし、はい、まあ良かったなっていうふうに思うよね。この対決はまた見れますかね。見たいね今度は今、うん、あのね千葉マリン、うん、あのゾゾマリンでやったから、はい、あのやっぱり佐々木朗希に一二の分はあったんだ、うんっね、はあったと思うんだよね、はい、今度は京セラで、うん、投げてほしいよ、投げ合ってほしいよね。ねえ、これいい。敵地でどうなるかっていうね。いい具合に巡り合って、まあそうだね、またね、見れるといいですね。そうだね。うん、で、やっぱり1試合流れて、はい、まあ今日、宮城が素晴らしいピッチングを見せてくれる、うん。はい、負けてられないという感じですね。ねで、頓宮が、うん、同点ソロホームラン、はい、宗が勝ち越しということで、うん、まあ勝ったんだけども、はい、やっぱ宮城も、やっぱ芸術品を見てるみたいだね。まあ、緩急は使う、うん、まあ、コントロールは乱れない、うんうん、だからすごいなんかあの若さで落ち着いてるし、うん、宮城は日本ハムの加藤との投げ合いを見てみたいよ。同じ左でコントロールがよく、うん、お互い同じようなタイプじゃない。これはねまたそういうの見られる日は来るんでしょうかね。まあね、2時間20分で終わるよ、あ試合がさっさっさっさと投手戦で、さっさっさっさ、もうお互い無四球完投お互いがね、勝っても負けてもなんかそんな、まあ、試合が見れるんじゃないかなっていう楽しみでした。はい、はい、で、マー君、はい、楽天とちょっと前後しましたけども、はい、6度の得点圏をかわしかわし、ね、うん、0点に抑えていくというね、うん、で安田がね、うん、両方役の安田、うん、フォアボールフォアボールね、うん、その後の初球、はい、和田からスリーランホームラン、うん、で、その3点をマー君が守りきり、うん、ね、まあ、最後は松井が抑えるんだけどもさ、はい、やっぱこうマー君はランナー出してからギアを変えるね。うん、うん、まあそれがなんか非常にいいのと、うん、なんかこうまあソフトバンク食らいついてきてたんだけどもさ、はい、どうしてもやっぱスライダーが打てなかったね。うん、いいとこに投げるわやっぱり、うん、かわすというかね、うんうん、でなんていうのこの安田、はい、昨年も期待したんだけどもさ、うん、少しなんかシェイプアップして細身になってきて、うん、まあもともとパワーがあるキャッチャーなんだけど、はい、まあ打つ方はね、うん、打つ方が期待されて入ってる安田なんだけどもさ、はい、なんていうのスリーラン、うん、初球のスリーラン、ね、やっぱりフォアボールフォアボールって続いた後の初球を狙えるっていうのは、うん、やっぱ野球の勉強もしてるだろうし、はい、あとマー君と組めたということがやっぱ勉強になるよね。配球の、うん、なぜ首振られたんだろうかとか、うんうんうん、なぜこれで OK なのかとか、
やっぱこうマー君もキャッチャー若手のキャッチャーを育てるというかね、うんうんうん、安田が打った時ほーみたいな顔してたけど打ってくれるんだみたいな顔してたけど、うんはい、非常になんかその一生がね、うん、あいいなんかマー君が安田を育て、うん、その育てる途中の安田が恩返しをするというさ、うんうんうん、非常にいい一試合だったなっていうふうに思うのと、はい、2試合目ソフトバンクが 6-3 で勝つ、うん、でこの試合で岸が2000奪三振達成、はい、ね、2試合目というか3試合目あ3試合目だねそうですね3日目、うん、あ2日目は雨で流れてしまったからね、うん、はい、はい、でまあ西口がまあ岸は割といいピッチングをね、うん、この前のロッテ戦だったかななんか結構打たれたんだよね、うん、でちょっと心配だったんだけど、はい、まあこの試合ではなんか好投してバトンタッチをしていくんだけど、うんはいまあ、西口が振り逃げからねもう出さなくてもいいランナー振り逃げから中村晃に逆転のツーランを打たれるんだよね、うん、で中継ぎ陣がやっぱこうちょっと持たなかったというさそれから、はいうん、だから非常にもったいない星を落としたなというね、うんでなんていうのかな楽天っていうのはすごく素材のいいピッチャー、うんがいるんだよね、うん、で力もある、うんうんまあ、だけどやっぱこう打線が少しノリが悪いのと、うん、なんかこう空気が重い、うんうん、戦ってる空気が重いなるほどでね鈴木大地が帰ってきたんだ、うんねはい、で鈴木大地が非常に盛り上げようとしてる、うん、あの姿がベンチにあるよねうんうんうん、ベンチにあったんだよね、うん、で、まあ、先発でも使われるし、うんまあ、控えに回る時もあるんだけども、はい、だけどそのなんて言うんだろうなああいう、 こう雰囲気を出せる選手にみんながついてってほしいよね、うん、そしたらねやっぱねもう少しね軽快になってくると思うんだ戦い方が、うん、だからあの鈴木大地なんかすごくそういうことも考えながらベテランとしてね、うんやってくれてんのかなっていう姿がまあいい姿だなと思ってなんで今まで鈴木大地登録しなかったのかなって思うぐらいなんか盛り上げようとしてたからやっぱそれにみんなが乗ってってほしいなっていう、うん、そしたら力あるチームだからさ、はい、だからこのままもったいないよね低迷でちょっと下の方に順位的にはいるけどもさ、うん、今5位ぐらいかなそうですねにいるけど、うんまあ、そんなチームじゃないからね、うんだからみんなどうしたらいいのかやっぱり一つ輪になることと、うん、やっぱこうどうせやるんだったら明るい雰囲気でやった方がいいじゃない、うん、だからそういうふうにやった方がいいかなって盛り上げて、うん、みんなの気持ちを盛り上げて、うん、やっぱ戦いに挑むというね、うんうんはいまあ、そういうことを感じました、はいはい、ということで、うん、背中で語るエースの姿、はい、まず高橋光南、うん、素晴らしいね、うんあの風貌、いよいよ髪を縛っちゃったけどね、ね縛っちゃったけど、なんかすごく、やっぱこう、なんかこう、向かっていくっていうような、やっぱ姿が見えるよね、うん、で、まあ、大関も開幕投手としてね、うん、なんかこう頑張ってるし、うんね、その責任があるということでね、はい、今年、大関を中心にローテーション回してるし、うん、で、マー君、うん、ね、やっぱり頼りになる男だなと思うよね、うんうん、きっちり抑えていくし、はい、で佐々木朗希、うんね、もう山本由伸、はい、宮城、うんね、いい姿だったよ、うん、ただ加藤、はい、加藤はやっぱり立派だったと思うけど噂は、うんねまあ、先ほども言ったけども、うんね、次の登板、うんね、絶対取り戻してくれっていうふうに思うよね。ね、そう信じたいですよね。そうだね、うん。じゃないともうエースは加藤ってなっちゃうからね。うん、まあ自分では日本ハムを支えてるエースは俺だっていう自負があったとしても、うん、ああいう姿を見せてしまうとね、うん、やっぱもう全部加藤に持っていかれる。うん、だそれがあったから新庄監督も開幕投手を加藤にしたのかもわからないし、うん、ね、もうふてくされるんじゃなくて、うん、なんて言うんだろうな、やっぱり。どっちみち自分に返ってくることだから、うんうんうん、ね、前を向いて、うん、ね、向かってってほしいなって思います。そうですね。はい。はい。さあ、
ね、勢いがだいぶ変わってきましたよもうこれなんか結構短い期間に変わってきたよ。チームの、ね、勢いとか様子変わってくるので、はい、みんな話せないですけど、はい、うん、だからまあ来週もね、はい、まあちょっと期待してます、ね、はい、絶対で面白いと思います。はい、はい。